国の内外の海産物が集う催しが東京都で始まり、西村大臣が PR しました。東京都内で始まったジャパンインターナショナルシーフードショーです。日本を含む17の国から500を超える水産物のブースが並び、販路の拡大や魅力の発信を狙います。アメリカや中国、韓国などから水産業の担当者らが出席する中、経済産業省の西村大臣は、三陸常磐ものを格別にお願いしたいと来場者に呼びかけました。明日にでもですね、この ARPS 処理水の海洋放出を始めますか。データも見ていただいて安心をして、この三陸常磐もの、引き続き、そしてこれまで以上に取り扱いを増やしていただければ、その願いであります。西村大臣は、福島県や近隣の漁業関係者と意見を交わし、風評の払拭に努める考えを示しました。